出てないんかい。ならば聞かせてやろう、天の声、というやつを。ただいまのランジ、一着。持田浩二。競技歴35年ともなると、ビデオにも映らない速さで、走れるようになるのだよ。国体石川県予選で 400m ハードルを走った翌日、まあこうなることは想定内ではありました。ハードル練習をした翌日は足首に痛みが出て、アキレス腱の痛みも重なって走れない日もありました。それが5年ぶりの 400m ハードルともなれば、いかほどのダメージか想像に難くないことでした。それでも先にエントリーを決めていた福井マスターズに加えて、国体予選で 400m ハードルに追加出場を決めた理由は、先の動画でも言っていますが、できることをやっていても成長はないというポリシーに従ったまでです。自分のキャパを超えない程度、ちょっと背伸びをするくらいのストレスを心と体にかけてやるくらいがベストです。いつもやりすぎて失敗するのが魔人流ですけど、そういった意味では今回はやりすぎずにしっかり危険できたので、自分でブレーキを踏めた証でもあります。とはいえ限界までアップしてスタートラインに立つことを目指したんですけどね、多分県内の大会だったら、ゴリ押しして出場していた気がします。魔人の車に仲間を乗せて福井まで来ていたので、右足のアキレス腱切るわけにはいきませんから。運転手役、ってことが、最後のブレーキになってくれた気がします。想定内とはいえ、走りたかったですよ。やっぱり、ロングスプリント多めの練習の中で、100m がどれくらい走れるのか気になってましたし、何より前回 200m を24秒台で走れたことが、まぐれなのか実力なのか確認したかったのもあります。そして何より、DNS って響きが良くないですよね。エントリーしたからには、しっかりゴールラインを駆け抜けて終わりたいものです。あまりにも悔しかったので、右のアキレス腱にダメージを加えないように、左足だけでバウンディングしてました。今回の遠征は、福井の YouTuber さんたちが練習している、この雨天走路を使えただけで満足しておきます。